カモメ団だったっけ。取ったスフィアを返すハンターなんて何考えてるわけ。青年同盟に協力してくれるのはありがたいけど。ルカの皆さん、こんにちは。私シェリンダがスピラの今をお伝えします。さてさて、スピラを股にかけて多くの組織がスフィアを奪い合っています。まずは青年同盟ですね。名手ヌージをはじめ元討伐隊員が多いのが特徴です。このほどキーリカ寺院を襲撃しスピラに大きな衝撃を与えたばかりですね。そんな同盟と対立するのがジン・エボン島です。先日突然党首が辞任に追い込まれて混乱は必至と見られていましたが、新たに就任したバラライ議長が見事な手腕で組織の結束を保っています。アルベド人のグループマキナハもその動向が注目されています。彼らはスフィアの奪い合いには興味がないようですが、優れた機械技術を持つ彼らが立ち上がればスピラの勢力地図は一変するかもしれません。さらにルブラン一味も独自の動きを見せています。グアドサラムにアジトを構えスピラ全土に出没しています。これらの組織に加えて最近大きな注目を集めているグループがあります。そう、あのユーナ様が率いるカモメ団です。ここで本日の特別ゲスト、大召喚士ユーナ様です。え、じゃ、頑張って。ユーナ様、先日のコンサートお疲れ様でした。あれは私なんですけど、私じゃなくて。謎めいたお言葉ですね。謎といえば、どうして突然スフィアハンターに。ユーナ様が姿を消してビサイド島は大騒ぎになったそうですよ。反省してます。噂ではある男性の手がかりを求めて島を飛び出したとのことですが、ではその男性とは。話すと長いんです。なるほど、いろいろなドラマを乗り越えてカモメ団のリーダーになったんですね。違う、リーダーは俺だ。俺、カモメ団よろしくな。お、これ映ってんのか。バカが2人映ってるし、こんな機械僕の発明に比べたらおもちゃ同然だし。ところでカモメ団が青年同盟と手を組んだというのは事実でしょうか。そんなことは少しある。でもそれほどない。妙なしがらみに縛られるのは勘弁してほしいからな。もっとお話を伺いたいところですが、そろそろ終了の時間です。本日のゲストは大召喚士ユーナ様とカモメ団の皆さんでした。お疲れ。パインも出ればよかったのに。ユーナの慌てぶりを見てる方がね。ユーナ様、お疲れ様です。ご協力ありがとうございました。こちらささやかですけど謝礼になります。いつからこの仕事をやってるの。ナギ説が来て寺院が傾いた時ですね。初めのうちは寺院を立て直そうって頑張ってたんですけど、何でも他人に頼って押し付ける人ばかりで疲れちゃって。でも頼まれたら嫌と言えない。そんな自分を変えたかったんですよ。だから思い切って寺院を飛び出してルカに来たら、人手が足りないって頼まれてこの仕事を手伝うことになったんです。また頼まれ仕事か。結局何にも変わっていないんですよね、私って。あ、いけない、もうすぐ次の仕事なんです。ユーナ様、また今度。ああは言うけど楽しんでるな。なんかさ、
ユーナンに似てない？そう？パイン先生、コメントどうぞ。自分のことは見えにくいと。なんかムカつく。